はい、次エモヤンス。はい、受けます。客は睡眠時間7時間以上取らんと、ちょっと体力持てへんな。え、すごいな。バレた。すごいね。ちゃんと寝た方がいいわ。エモヤンフリーランス何でそんなにしないの遊びすぎやろ今。いや仕事じゃないです。仕事なの。で何かなんていうかな、ちっちゃい悩みかなんか持ってんの？ちっちゃい悩み。悩みとか気にすることかなんか持ってる？でここいくつ今？今は30です。30にしてここのね、ここの張りが少ないのと。それと細かいシワがたくさんあるんですよ、うん、だからあの、うん、もうちょっとなんかいろんなこと気にしすぎっていうかな、うん、いうとこがあってんで、右利きですか、ね、はい、でも物の考え方は割とじっくりと考える方じゃないの、じゃない、うん、あの割とまあのところでパッと決断してしまうみたいやし、うん、右をちょっと見ると突然行動する時もあるという、うん、とこが持ってます。で リーダータイプではない、うん、あの人を引っ張っていく、グイグイと引っ張っていく方ではない、はい、でお仕事はだから、まあ、人が決めたことをこうやっていくとしたら、ここに、この財政点がね、はい、スーッとこう出てるんですけど、うん、今のとこお金なし、今金持ってるやん。いや、貯めてませんそんな。貯めてるやろ、今しこたま貯め込んでるやろ、今ないですね、ないですよ。で結構そやけども、あの独占欲っていうかな、うん、あのちょっとこうもう女の人とか、もう彼女とかおったりしたら、割とあのこう自分のところに引き止めたい気持ちの強い人です、うん、あ、そうなんや。そうなんですか。焼き餅と言いますか。焼き餅エモヤン知らんわ俺。否定しないですよ、焼き餅と言いますか、ね、焼き餅貧乏。焼き餅貧乏最悪やで、物の判断、これ頭脳線なんですけどね、はい、頭脳線はまあ普通に出てるから、うん、あの物の判断はそんなあの決断早い時もあるけど、だけどまああののんびりしすぎてもおらんし、で金銭感覚もまあどっちかやったらこっちにふっと向いてるから、うん、まあちょっとある方かなっていう感じ、ちょっとある方かな。それでも今そんなお金貯めてるとは言いませんよ私。通帳知ってるかのごとく。通帳見た。いやでも左見るといやいや結構使ってんの違う。うん、もう使ってんの？でも旅行とか結構行かれる。旅行はよく行きますね。結構使ってると思いますよ。うんうん、で男の人にしたらおとなしいな、うん。だからどっちかやったら自分でするよりはなんかお勤めした方が良さそう。無理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 。フリーにしたらちょっともうちょっと強ならんたんかな。俺がっていうがはないの。がはない、がはね、うん、俺がっていうのがないから、ガツガツしろ、うん、でも感情線はね一生懸命努力してるのは分かります、うん、何かあのまあ言うて特別なもん勉強して、自分のもんにしようとしてんの。まあまあそうですね。まあ、それがちょっと気配としては出てるんですね、うん、それがまあちゃんとなったら手相も変わってくるやろし、お金の層も変わってくると思いますけど、今のとこは、一番特徴は睡眠をしっかりとって体力をつけること、うん、と胃腸が弱いかなっていう感じ、うん、胃腸弱いな。めっちゃわかんな手相ですごいな。手相でそんな一人だけ取り当たったからな。取り当たったな。そういうとこですね。まあね、特別今仕事で芽が出るとは、はい、けど。わかりました、はい。ありがとうございます。そういうとこです。はい、すごい。面白いです。